まあ、このリング上の白覆面の青ザ・デストロイヤーですね。勝つおっとうまい具合トップロープ越しにうまいテリーファンクの攻撃、クラッシャーブラックエルが足を押さえている。これはブラックエルは止めなくちゃいけないね、はい、ジョー・ヒグチがよく見ていました。クラッシャーブラックエルにカウントを数えます。今試合をする権利があるのがザ・デストロイヤー、リングの中に戻ってまいりました。まあ、ザ・デストロイヤーですね、かつて馬場の右腕といたしまして6年間全日本プロレス陣営で働いたんですけれども、今はもう全く馬場の敵になってしまいました。リングの中央、足4の字固め、足4の字固め、殿下の宝刀、ミスターザ・デストロイヤーの最も得意とする足4の字固め。さあジャンボ鶴田が助っ人に入りたい。ダメですダメです。さあさあどうだどうだどうだ、いった。ザ・デストロイヤーに攻撃を加えます。足4の字固めが崩れました。しかしロンバスも入ってまいります。久々のシックスメンタッグマッチ、非常に速いタッチワーク。どうも日本側タッチがちょっと鈍いですね。外人サイドが非常に速いですよね。膝を痛めたスプリングトーホールド、テリーファンクテキサスブロンコ、スプリングトーホールドは1回転。ロンバスが助っ人に入りました。今回のロンバスの助っ人の動きが非常にいい。どうもテリーがね、まずいですね。ちょっと一人相撲になっちゃいますね。さあ160キロ、クラッシャーブラックエルにバックドロップ。痛めている膝はどうでしょうか、テリーファンク。まあ、膝にですね爆弾を抱えているテリーファンクだけに、相手が160キロのブラックエル、まあ、見事にバックドロップに行ったんですが、自分の方のダメージが心配ですよね。そうなんですよ。あっとヘッドバット、ヘッドバット合戦になりました。テリーは満身創痍ですからね。はい、ロープの反動を利用してサウスポースタイルからエルボー攻撃、倒れません。岩のようにテリーファンクの前に立ちはだかります。クラッシャーブラックエル、クラッシャーブラックエルのパンチ。